抹茶味、バニラ味、イチゴ味の餅アイス。餅アイスは日本で生まれた餅の中にアイスクリームを詰めた例か。1970年代後半から1980年代前半にかけて日本では白玉入りのアイスクリームあんみつやフルーツポンチ、カスタードクリームやチョコクリーム、またはチーズ入り今川焼きやたい焼き、クロワッサン生地のあんパン。 バニラアイスや練乳入り抹茶かき氷など和洋折衷デザートや食品が続々と登場し、一つのブームになっていた。その潮流の中で、1981年10月にロッテが日本で雪見大福を発売し、それ以降、餅アイスが広まっていった。登場当初はバニラアイスが入ったものが主流だったが、その後、チョコレートなど様々なタイプが売られている。 アメリカ合衆国では、日系アメリカ人のフランシス・橋本が1990年代に日本食レストランなどに卸していたものが大ヒットしたのをきっかけに広まった。2017年1月、全米チェーンのスーパーがセルフサービスの持ち合いスコーナーの設置を開始した。当初は数店舗のみでの試験的販売だったが、その後はほとんどの店舗で扱うようになった。 欧州やアジア諸国でも、持ちアイスクリームなどと呼ばれて人気が出ている。ありがとうございます。